よし、続きやっていこう。あ、いいかな。よしよしよし。第3回目かな。巷に雪の降るごとく。3回目。コーマがね、多分コーマ戦になると思う。さあ来い。やってやろうじゃないの。いきなり。どうしたのこれは。王子で一体何が。みんなはどこにいるの。ここ誰もおらん。返事をしてくれ。仲間のことが心配か。あ、やっぱオニオンの正体まだ分かってなかった。分かってなかったな、これ。久しぶりだ。ネタバレしちゃって。大神一郎。いいっすね、この三人が集まった感じは。いいっすね。死んだんじゃなかったのか。赤坂の地下で。我らが対岸成就されるまで、この命尽きはせぬ。そうなのか。そういうこった。さっきの奴らも帰り討ちにしてやったぜ。あらあら。帰り討ちですって？みんなを。みんなはどうなったんですか？会いたいかい？なら会わせてあげるよ。よく見ておくんだね。もう二度と会うこともないんだからさ。氷漬けになった。大地は申し訳ありません。弱くないあなたたち。我らに逆らう者はこうなる。みんな。よく見ておけ。感激だ。八鬼門風。最後の封印が八鬼門風魔陣。なんだそれはという何を企んでるのかだよな。ならば死にゆく者に教えてやる。優しい。帝都に封じられし呪われし力。うん。それを解放する。せい帝都に呪われし力。すべての準備は。魔の血脈帝都を封じし八つ目の門八門突破して我が前に姿を晒せ。ペチャペチャ喋るだけだけど門が出てくるの。なんか樹式を使った感じもしないな。でーでー鳥居やんけ。ただ鳥居が出てきた。これは鳥居では。てめえらとは差しで勝負をしたかったが。差しで勝負してくれよ。命令じゃ仕方ねえ。私は会いに行くと。あとは貴様らを始末。いでよコーマ。コーマどいよ。いや多いな。二人で戦うに多いな。これはコーマ。コーマですね。だが諦めるな。みんなを助け出しコーマを撃退するんだ。あ、そうなんだ。触ればいいのね。なんで出したの？あの三人組はこのコーマをさ。コーマじゃねえわ。花組のメンツをこうやって見せる必要なかったよね。目的がわからんな。救出を優先させるべきか、それともコウモを撃滅全滅させる方がいいのか、まあ、とりあえずどっちつかずな感じでいくか。よし、これでコーランが復活。よしよし。
ょっと重たかった。あ、やっぱメンバーでメンバーを呼び起こすことができるよね。カンナなんて戦力としか考え、としてしか考えてない。メンバー全員起こした方がいいのかどうなのか。青いサタンとの戦いで完全に滅んだはずです。この戦いこそコーマ兵器の実験台にふさわしい。コーマ兵器だと。木敷は死んだんだ。まずはっきりさせよう。この今回のその目的がわからない。とりあえず全滅が目的か。オッケー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 。あとカンナがこいつをこのコームを仕留めてくれれば肩がつく。行ってくれ。よし、綺麗に片付いたね。花組メンバーは助ける必要がなかった。全員助ける必要なし。鬼をちょっとさ、もうちょっと、すでに時は満ちる。もうちょっとちゃんと考えて、花組のメンバー全員皆殺しにしたっていいぐらいだぞ。あのお方の御心のままに。そんなに強国に浸水してる理由がわからん。ご苦労鬼を。ご苦労鬼を。それに陰を踏んでいる。帝国過激だ。強国はさ、何がしてんの？何がしてんだい？この少ないメンツというか少ない人員で。謎多き人物だ。何がしたいのかよくわからない謎多き人物だ。クーデター失敗の後、自害したのではなかったの？そう。失敗の責任を取ったって聞いてたです。そう。維新など陽動に過ぎません。私の真の大阪維新、そんな小さなものではない。じゃあ、あの自害した男は、まあ影武者ってやつですな。ダミーか。そうか、影武者や。ダミーと影武者やちょっとニュアンスが違ってくる。この封印が解き放たれる。帝都の地下深くに封じられた怨霊の力が解放され、そう、すべてはこの帝都をあるべき姿に戻すため。あるべき姿。とりあえずいろいろ聞いてみる。真の帝都の姿も知らずに帝都の平和を守るなどと愚かな者たちが無知を責めはしまい。だが真理を欲しないことは大罪に値する。お前たちの力は認めよう。八鬼門風魔人が発動すればこの帝都の強国さんは何がしたいよ。これによって自分の生活がどういうふうに良くなるかとかちゃんと考えようよ。お前の命は私がもらい受ける。めっちゃなんかあの雇われた雑魚の用心棒みたいな。あの構えは、あの構えはついに気づいたか。気づくの遅くない？なんか
あの剣を交えたシーンあったじゃん、もうちょっと前に。あの時に気づいてもいいぐらいだよ。なんとか言え、とは言え、時は満ちた、あとは任せた、違った、発動させるのに。帝都よ、今こそ真の姿を現す。その無念と憤りをこの京極が全て引き受けてくれ。よみがえれ武蔵、来たりて。なんだ、みんな気をつけろ、地面が裂けるぞ。帝都に眠る怨念の力を利用して武蔵というのを呼び起こしたかったのかもしれないけど、この京極っていう人は。お、アニメだ、アニメーションだ。急に、なんか下から来るんかと思った。上から来るんかい。地面が裂けるとか言ってたじゃん、館内が。上から来るんかい。デザインが、武蔵のデザインがちょっとガチムチ感だと。偽りの帝都よ、その呪われし仮面を今こそ剥ぎ取られるがよい。声がちょっと合ってないな、顔と声が合ってないな。もっと醜悪な顔にしてほしい。呪われし帝都はその姿を消し、真の帝都が、そういう感じの話がゴーストスイーパー三上の香港のあたりの笑い方が、ゴーストスイーパー三上のなんか香港あたりのストーリーにあったような気がする。なんかこう天ん魔界の力がと現世の力がこう反転するとはどうのこうのみたいな。300年を何々とする怨念がついに動き出した。オオカミ、我々は勝たねばならん。最後にして最大の戦いを。次回桜大戦2、史上最大の作戦、大正桜にロマンの嵐。狼、己を信じるのだ。まあちょうどいい感じに終わったね。サクッと終わったね。ボスも戦わない、コウマと戦っただけだった。鬼王とも一戦を交えない。じゃあまたいずれ金剛とか土蜘とも戦うのかな。じゃあとりあえずここまで。全然これの話も覚えてないな。ほんなまた。